ニコラオスカバシラスは、ビザンティン帝国における、神秘主義者であり、神学著作家。カバシラスは現代ギリシャ語からの転写であり、古典ギリシャ語表記の再建音からは、ニコラオスカバシラスと転写しュる。カバシラスは、聖教会において、聖人とされている。記憶日は6月20日。カバシラスは、東ローマ帝国皇帝ヨアニス六世神楽寺の巣と、婚意の間柄にあり、 皇帝が修道院に陰性した際に同行した。テッサロニキシ教であったと信じられたこともあったが、近年の研究では、母方のおじに、ロスカバシラスとの混同の結果であるとされ、否定されている。司祭家修道士であったとの推測は裏付けられるには、至っていないが、生体礼儀の式順と被災の言動を深く知っている。ことから、司祭家修道士であった、外然性は高い。 ヘシカスムをめぐる議論においては、アトスさんの修道士側に立ち、グレゴリオスパラマスの側に立った。主要な著作は、ハリストスにあっての生命についてであり、この中でカバシラスは、洗礼機密、風光機密、生態機密という三つの重要な機密によって、ハリストスとの合一がもたらされるとする原則を述べている。彼は、また様々なテーマについての説教を書いており、 その中には、氷菓子に反対するものも含まれている。他に、カバシラスの主要な著作として、聖帝礼儀の仲介がある。これらの著作は、聖教会の機密的、方針霊的生活についての深い理解を示しており、東方教会及び、西法教会両方における、今日のキリスト教の礼拝に対して、理解しやすくかつ啓蒙的なものとなっている。ありがとうございます。